皆様の不動産、土地、建物、マンション、事業用物件含め弊社第一ハウジングで販売させていただけないでしょうか。宅建師相原と申します。この動画は不動産の難しい事柄事情などを噛み砕いて解説するコーナーです。今回は我々第一ハウジングから皆様へ不動産の売却のご案内という動画を上げさせていただきます。我々神奈川県小田原市を事務所にしております第一ハウジングでは不動産の売買に関して皆様のお手伝いをさせていただいております。現在この2022年4月5月というこのタイミング含めてですね、積極的に皆様のお話をお伺いするような形で今準備をさせていただいております。担当エリアはですね、神奈川県の県西エリア小田原を中心としたエリアという形になっております。足柄上郡、大井町、松田町、海西町、山北町、中井町、足柄下郡、箱根町、湯河原町、そして真鶴町、そして小田原の北側、南足柄市というところを中心エリアになっております。私と、もう動画もトップページ含め、あと対談動画も上げてますけどね、80過ぎましたっていうと社長に怒られちゃうんですけど、まだまだ俺は若いんじゃ、年齢非公表、言えない感じですけどね、そういう形でいう社長2人でやってますね。あまり遠いエリアという部分に関してはごめんなさいという形になります。もう一つはですね、しっかり皆様に含めてご案内をしたいということがあるので、エリアを絞った形で我々地域密着で不動産の売却をお手伝いしている形になります。担当している物件自体に関してはですね、先ほど申し上げました土地、建物、戸建てですね、そしてマンション、事業用の物件などという形ですね。この物件ずっと遊ばしてるんだけど、なんかいいとこないかなみたいな、テレビの CM みたいなことを考えていらっしゃる方、ぜひね、我々の方ホームページに関してもアドレス、問い合わせの方も作っております。LINE でのお問い合わせもできるようになっております。お電話の問い合わせもできるようになっておりますのでね、ぜひね、皆様のお手越しが少ない形でですね、ご連絡をいただければと思います。第一ハウジングのこの売買、販売に関しての分に関しては、いろいろなサポートという形を考えております。当然、販売資料、ファクトシートは第一ハウジングでオリジナルで作らせていただくような形になっております。加えて、我々この動画を含めた形の物件の案内、内見実況動画というものもですね、無料で、売買を受けさせたものに関しては全てご提供、こちらの方で準備をさせて販売活動をさせていただこうと思います。で、皆様の不動産を売却する場合に関しては3つの販売させてくださいよという契約方法があります。専属専任契約、専任契約、一般契約というこの3つの契約があります。この契約の種類に関しては別の動画も上げてますので、ね、ぜひご覧いただきながらと思っております。もしですね、皆様が他の不動産会社で販売頼んでいて、なかなか思うような結果が出ていない場合ということであれば、その今お話している会社の協議の上、一般媒介という形、他の会社も販売してもいいよというお話がご内諾いただけるんであれば、弊社もお手伝いをさせていただこうと思っております。弊社は他のこちらで販売契約したから向こうの販売契約切ってくれなんてこと自体は決して申し上げることはありません。不動産業界みんなで、ね、頑張っていかなきゃいけないんで、正直言うと。小田原もね、不動産業界大変だと思うんでね、そんな喧嘩して売る時代でも今の時代ありませんので、まあ、その形が話がついているんであれば、ぜひ我々の方に関しても一般媒介という形で構いませんので、販売協力をさせていただこうと思っています。一般媒介契約という形の部分であってもですね、先ほど申しました販売のファクトシート加えて動画に関しては提供をさせていただこうと思っています。ただ専任契約または専属専任契約させていただいた場合に関しては、アットホームというポータルサイトが、まあ、世の中ございます。こちらの方にしても積極採用、まあ、積極的に掲載していくという形のメリットがあります。そこで専任契約、専属専任契約、一般契約の差異を付けさせていただいているということになりますね。もちろん当社のホームページの部分に関しても物件を預かりましたら、この3種の契約どの形に関しても掲載をさせていただきたいと思っております。このゴールデンウィークですね、あそこに余ってる土地があるんだけどな、もう草木ぼうぼうだからどうにかしたいんだけどとか、いやそこの家もう住まなくなって相続で受けたけど、もうボロボロで荷物も置きっぱなしだから売れるかなっていう、そういうご意見いただいたりします。そういうものもですね、私ども自体でいろんなご提案をしながら物件販売できます。まず言えること自体はですね、荷物が残っている状況でも販売できるものがあります。それは私が今開ける内見実況動画を見ていただくと、っていう、そういう物件も結構あったりします。土地もそうですね、
売ってんですかっていう形の部分の物件もあったりします。それはお客さんとの交渉ごとという形でどうしますかという形、引き渡しの時に整理しますかということも交渉しながら販売していくという形ですね。昔と違って物件が少ない時代ではありませんので、いろいろな交渉ごとを売り主さん買い主さん協議の上、その金額設定しながら販売していくというのが令和の不動産売却スタイルです。だから寄り添う形にしないと今の不動産というのは売れない時代になってきたというのが正直なところですね。まあ自分の言いなり悪徳不動産というのはなかなか令和の時代食いづらい。だけど正直不動産って言葉自体が皆様に馴染みないというのが今の令和時代の不動産の実情だと思います。できる限り当然寄り添えない話ももちろんあります。できないことはできないですと言わなきゃいけないことがあります。例えばここにあの3坪ぐらいの、ね、土地があるんだけどこれ2億で売ってくださいと、それ無理です、無理です。できないことはできないことも申し上げるもちろんあります。お耳入れ悪いことももちろんあるかもしれませんが、できうる限りのことは皆様に寄り添いながら物件の販売していきたいなと思っております。であんまり遠い物件に関してもお問い合わせいただいても構わないんですけど、ご期待に添えない場合があります。すいません、あの岩手に土地がありましてっていう部分に関してもなかなかねという形です。まあ行ったり来たりの交通アクセス代考えるとなかなかそこまでがということが結構あったりしますので、できる限りエリアに関しては神奈川県政エリアぐらいまでにしていただけると大変ありがたいと思います。当店遠隔の方までもですね、電話メールあとはズームなども含めた形でいろんなやり取りしながら、あとテレビ電話なんかも携帯ありますので、そういう分で確認をしながらやり取りする、やり取りの中では YouTube の動画を使いながらという形でやり取りしたりする場合もあります。実績としては千葉県だったりとか都内なんかの売買実績なんかも、当然静岡なんかもありますね。そういう物件なんかもやったりしたりもしますので、リゾート用地で箱根で今物件が余っちゃってるんだけどもう使ってないから売ろうかなと思ってとかっていう部分に関してもいろいろ査定もさせています。そうです、金額の査定に関してはお時間はいただきます。お時間はいただくことを前提にしますが、基本的には無料という形で物件の査定に関してもやらせていただいておりますので、ぜひお問い合わせ、下に概要欄にタグを貼っておきます。ホームページのタグも貼ってますのでね、ぜひご検討いただければと思います。ゴールデンウィークの中大変申し訳ございません、宣伝をさせていただきました。というわけで、通常はこの不動産噛み砕き解説シリーズは小田原不動産の難しいことから事象などを噛み砕いて解説するコーナーです。ぜひチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。そして皆さん不動産の話題局ぜひ手伝わせてください。お願いします。宅建士相原雄介でした。